疎開道路は、第二次世界大戦中に空襲による炎症防止を目的に建物を疎開させ不設、拡幅された道路。東京都荒川区、大阪市、横浜市と福岡市博多区に、通りの愛称として名前が残っている。通称、疎開通り。東小区6-17先から東小区1-1、千明寺通りまでの区道、約1360メートル。整備後、 公式な愛称が、オグの原防災通りと決まる。現在の大阪市道上新城育の線のうち、東成区中道から、育のクリンジ二丁目交差点までのことを指す。この区間は当初、大阪市の第三次都市計画事業外路中道桑津線として、昭和12年3月に認可を受けて計画されたものの、すでに住宅密集地となっておりよう地買収には、何重が予想され、 手付け数であった。しかし、第二次世界大戦中の1944年2月末より、この計画をそのまま転用して、防火空地帯として、建物が強制的に疎開され、道路として強用されることになった。その工事は、戦時中ということもありかなり急速に進展したようで、1944年3月末に開始した。 撤去工事が5月10日には完成している。ネギ疎開道路第二次世界大戦中の1944年1月、建物疎開の推進を目的に横浜市に臨時疎開化が設けられた。同年4月に都市疎開事業の第一次指定が行われ、鶴見区で工場周辺の民家の除却が実施された。都市疎開事業は第一次から第十次,次指定まで行われたが、 そのうちの第6次指定で磯子区の堀割川下流近くの160個の建物疎開と福音8メートルの消防道路45カ所が指定された。実際に横浜大空襲の際には炎症防止や住民の避難、消火活動に役割を果たした。現在まで愛称が残っているのは下記の5本で坂下磯子橋通りと地名のつかない疎開道路は 堀割川と交差し、根岸、滝頭疎開道路はそれぞれ堀割川の左岸、右岸で川に並行する。福岡市博多区の国書地区にある道路愛称。戦争直前の1945年、米軍の空襲を予想した福岡市が着手した。6町にわたり、約600メートルの長さの横断道路づくりだった。ありがとうございます。